基準水準点、二21号基準水準点、二21号の全体写真一等、水準点マンホールの蓋によって保護された一等水準点の霊金属性の標識による水準点の霊水準点とは、水準測量に用いる際に標高の基準となる点のことである。測量法で定められている測量表の一つであり、永久標識に分類される。水準点には、 国土地理院が基本測量として設置・管理する等水準点と地方公共団体が公共測量として設置・管理する給水準点とがある。水準点は海の潮位や河川の水位を知る水準気表または水準挙表なども意味し、これらの意味が転じてコンピュータにおけるベンチマークという言葉遣いとして使われるようになった。 国土地理院が設置、管理する水準点は、通常、国道、測量当時の旧国道や主要街道沿いに、約 2km 間隔に埋設されており、基準となる柱石または、金属表が設置されている。その数は、基準水準点、1等水準点、2等水準点、3等水準点を合わせて、約2万2000点に及ぶ。これらをたどる形で、 水準測量が行われ、この路線網を水準網と呼ぶ。ただ、交通量の激しい道路の脇に設置されている例が多く、重石が工事や事故により破損することも多い。そのため、都会の道路脇に設置された水準点は半地下式の金属標識のものに改造される例が増えている。すべての水準測量の基準となる日本水準原点は、 東京都千代田区永田町の国会前提用式庭園内に設置されており、東京湾平均海面上24.3900メートルを原点数値として測量法施行令第2条第2項において定められている。なお、この場所にかつて参謀本部陸地測量部が存在していた。日本水準原点の次に重要な水準点を基準水準点といい、 全国に88箇所設置されたがそのうちの2箇所はカラフトに設置されたものであり、現在はカラフトの領有権を放棄しているため2007年3月現在の日本の基準水準点の数は86箇所である。一等水準点網から少し離れた地盤が強固な山や丘陵地に設置されることが多く設置場所も道路から少し離れた林や公園の中などに設置され、 道路の拡張工事などで移転が必要になる事態を防いでいる。中石だけでなくすぐ横の地中にも石とクロム金属製の標識があり、3つの標識を設置することにより1万1の破損に備えている。さらに中石と地中標の蓋は柵によって囲まれている。基準水準点は水準点網の最速量の基準点となっている。 河川測量では、水準気表測量といって、河川定期縦断測量の基準となる、水準気表の標高を定める作業がある。水準気表測量は、二級水準測量により行う、ものとし、また、水準気表の設置間隔は 5km 以上 20km 以下を、標準とされている。測量後は、水準気表の位置を示すため、点の木を作成する。 なお水準気表の設置は、努めて河川の水位や流量を観測している場所に近接した、丁内地の地盤強固な場所または、兄弟等に設置する。こうして設置された水準気表は、河川の縦断や横断等、高さに関する測量の基準となる。稼働改修計画基礎資料の標高は日本では、土地と同じく、東京湾平均海面を標準としているが、 日本各地の推計には固有の基準がある。戦後の水準点標積基準水準点、上西勝也。ありがとうございます。